チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、誰も見たことのない国、公約を実現へ、についてです。皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。お兄ちゃんは大晦日から元日まで、こたつの中で過ごしていました。マリンは VR ゴーグルしたまま、寝落ちしていました。元日、相棒スペシャルを途中で寝てしまい、見ていないマリナです。ムン大統領、新年、明けおめ、今年も楽しい話題を提供してください。よろしくお願い申し上げます。早速、朝鮮日報の元旦の社説がなぜかおかしいのです。今まで、政権に寄り添った報道をしていた新聞社なのに、今年から変化が見えてきましたので、注意ですね。それでは、どうぞ。タイトルは、住宅価格の悪夢、悲惨な雇用、自営業の地獄が終わる新年に。昨年は新型コロナウイルスの衝撃などが重なり、民生経済は全般的に厳しかったが、特に不動産問題は、悪夢に等しい1年だった。全国の住宅価格が 8.4% 上昇し、過去14年間で最高の上昇率を記録。ソウルのマンション価格は、13.1% も高騰した。ムンジェイン政権の発足以降24回、昨年1年間だけで、7回の不動産対策を打ち出し、全国の市、郡、区の半分を、規制地域として縛っても、住宅価格の上昇傾向を全国津々浦々に拡大させてしまった。さらに反市場的な賃貸借算法の制定を強行し、賃貸保証金の相場までかき回した。マイホームを持たない層は政府の言葉を信じて待っていたが、住宅価格急騰による最大の被害者になり、住宅を1戸しか持たない罪のない人までもが保有税爆弾を浴び、健康保険料などをさらに持っていかれる立場になった。全国民を不動産で憂鬱にさせた一年だった。雇用事情は通貨危機当時並みに悪化した。質の良い雇用が消える一方、税金をつぎ込んで作った偽の雇用ばかり大量に生まれた。特に低所得層の就業が多い飲食、宿泊業の雇用が1年間で32万人消え、臨時雇用が16万人分も減少するなど、庶民の雇用に対する打撃が大きかった。その結果、最下位 20% の層の勤労所得は年間で 10% も減少し、働いて稼ぐ所得よりも政府から受け取る補助金収入が多い国家依存階層へと転落した。経済成長の主役である企業はさらに強まった規制に苦しんだ。全世界で最も厳しく経営権を制約する商法改正案。企業が遵守すべき安全基準だけで413項目に達する化学物質規制法の制定を強行。産業安全、環境に関する規制を大幅に強化し、企業の意欲を削いだ。それでも足りず、産業災害の死者が出た場合、故意、過失がなくても経営者と大株主まで刑務所に入らなければならない。重大災害企業処罰法の制定まで推進している。経済団体は、せめて他国の企業と同等に競争させてほしいと訴えているありさまだ。特に自営業者、零細事業者は、地獄を経験した年だった。2019年に、85万人だった自営業者が廃業し、統計作成開始以来、最多だったのに続き、昨年の廃業件数は100万件に迫ったと見られている。経済的弱者を守るといい、最低賃金を無理に引き上げた結果、別の弱者である自営業者を崖っぷちに追い込んだ。新年は任期5年のムンジェイン政権が経済政策を取る事実上最後の年になる。過去4年間の失敗を教訓として理念と独善を捨て、経済のパイを拡大し、経済主体の活力を取り戻す経済運営に取り組むべきだ。市場に逆行する政策では住宅価格の安定は不可能で、企業の足を引っ張る国では良質の雇用も生産的な富も喪失されないという経済の常識を思い出すべきだ。国民を不動産の悪夢、
悲惨な雇用、市民生活の地獄から解放してくれる新年になることを願っている。以上。あれれ、韓国国民が望んでいたことを文大統領が実行したに過ぎないのに、なぜか文大統領の責任に押し付けているような言いっぷりです。今まで文大統領を褒めたたえていたのに変わり身が早いですよ。文大統領はよくやっています。褒めてあげたいくらいです。経済政策の失敗と社説で記載されていますが、今まで政権に寄り添ってその政策を盛んに褒めたたえた韓国の新聞マスメディアではないでしょうか。文大統領の夢は地上の楽園ですよ。文大統領の公約、誰も見たことのない国は実現に近づいているのです。統一するには北と南の国力の格差を縮めている努力がまさに報われようとしているのです。さらに韓国国民が文大統領を支持をして、不動産の悪夢、悲惨な雇用、市民生活の地獄、日本との断絶とさらなる高みを目指しているのです。誇らしいですね。文大統領はよくやっていますよ。不安なのは任期が短くなってきたので政策が揺らいでくることです。お願いです。ここまで来たら政策をやり遂げてください。取り返しがつかないところまでやっちゃってください。お願いします。韓国国民の民意が離れてもマリナだけは今年も文大統領を最後まで応援しています。そして今年1年も話題の提供よろしくお願いします。 VR はすごいです。全方位の世界に入ると本当に違う世界にいるような錯覚をします。楽しい。でも残念ながら、VR ゴーグルをずっとしていると、頭が痛くなるマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。